東京大神宮ウーバーイーツ配達員って本業できると思いますか？思いません。配達者が受け取り拒否されたつけ麺を投棄する事件が起きたこともあり、問題もですが、この先どうなると思いますか？ひもじくなると思います。マイクで上の秋葉原あたりのエリアで配達員をするつもりです。まずウーバーという会社が基本的にはその、搾取をすることで成立しています。例えばじゃあ会社って人を雇った場合って、その正社員の場合って、その人がじゃあなんか事故に遭いました、怪我に遭いました、病気になりましたっていう時って、そのじゃあ労災だったり保険だったりっていうので、その人の人生を保障しなきゃいけないんですよ。働けなかったとしても、あのとりあえずその病院に行くため の、じゃあ保険とか提供するし、じゃあそのなんかあの怪我しましたって言ったら労災手当が出ますしっていうので、その会社で働く場合って何かあった場合 の、そのセーフティーネットって必ずあるんですけど、ウーバーってそれがない形で搾取してるんですよ。で、そのウーバーがじゃあこの辺なんかマクドナルドのこれをじゃあ板橋の子に運んだら200円やるよって言われて、へいへいって頼むんだけど、その時にじゃあその自動車事故に遭いました、交通事故に遭いましたって言っても、自業自得ですよねって言ってウーバーはお金をくれないんですよ。なので完全に搾取するモデルなんですよ。で、まあ仮にじゃあ1件今200円が300円400円になりましたってなると、おそんなに儲かるんだっつって、ウーバーイーツで働く人は増えるじゃないですか。で、ウーバーイーツで働く人が増えるとしたら、ウーバーはそこの金額をどんどん下げてくるんですよ。要はウーバーイーツで運んでくれる人がいっぱいいるんだから、お前らじゃあなんか400円で運ぶって言ってるけど200円でも運ぶんだろうっつって200円になって、でそれでも人が多いんだったら100円でも運ぶんだろうっつって100円で運べってなるので、基本的にウーバーイーツの配達員が儲かることはないです。で、事故った時には自己責任として、その要は怪我しました、働けなくなりました、でも保証はありませんという状態になるので、僕は長期的にウーバーイーツをやるというのは賛成しません。ただあのすげえ暇でお小遣い稼ぎたいよね、家でなんかソシャゲやるぐらいだったら適当に自転車乗り回してる方が楽しいわっていう人が、その趣味とか副業っていう意味でやるんだったらいいと思います。